アメリカと中国の両政府は10日、気候変動対策に関する共同宣言を発表し、温室効果ガスの一種であるメタンの排出削減などで協力することで合意しました。 共同宣言では、産業革命前と比べた世界の気温上昇を1.5度以内に抑える目標を達成するため、2020年代に行動を加速させるとしています。具体的には、再生可能エネルギーの普及や、アメリカが主導するメタンの排出削減などで協力し、対策を検証する作業部会を定期的に開催します。これまで外交的に対立を深めてきた米中の協力姿勢が、 地球温暖化対策の国際会議、COP26 での議論に進展をもたらすか注目されます。